はい、どうもこんにちは、タビクマです。私は今羽田空港第3ターミナルに来ています。国際線の方ですね。はい、今回ですね、これから、台湾台北にまた向かいます。それでですね、利用する航空会社はですね、今回ちょっと初めて使います、チャイナエアラインですね。台湾の航空会社ですね。こちらの方のチケットを取っております。今回はですね、その搭乗機と羽田のですね、デルタのラウンジ、こちら新しくなっておりますので、こちらの方行ってみたいと思います。今回そういった動画に搭乗機ですね、こちらメインになっております。では皆さん最後までご覧ください。はい、それではですね、チェックインの方に行きたいんですけれども、JAL や ANA ではないので、まずどこでチェックインができるかですね、それ見ていきましょう。10時15分、台北のソムシャン松山の方ですね、チャイナエアラインの221便、K ですね、チェックインカウンター K ということで、こっちか。はい、じゃあチェックイン向かいます。はい、ちょっとね、空港早く着きすぎちゃったんで、まだカウンターオープンしてなくてね、あと40分ぐらいかかるんで、これでできればいいな。で、荷物も幸い機内持ち込みにできる大きさなので、もしこれでできたらやってみようかと思います。なんかできるかな、ちょっとやってみましょうか。危険物ありません。これはパスポートでいいのかな。ちゃんと出ますね、羽田から台北松山行き、メールアドレスも、はい、メールアドレスも OK ですね。電話番号も入ってます。はい、ちゃんと搭乗券出ましたね。ボーリングパスポート、ちゃんとね、ラウンジのインビテーションも出ましたね。これでもう行っちゃいましょう。まあ、こういうふうにですね、各国の入国の要件がもうほとんどなくなってきたんで、機械でのチェックインがだいぶ可能になってきましたね。はい、じゃあね、もうちょっとペラペラのボーディングパスですけれども、中入りましょうかね。ちょっとラウンジも行きたいんで。はい、じゃあチェックインが終わったんで、保安検査を受けてね、出国して中入りましょう。今回はですね、チャイナエアラインのスカイチームということで、デルタ航空のラウンジを利用することができます。まあね、デルタ航空もチャイナエアラインも同じスカイチーム、同じアライアンスなのでね。で、デルタ航空のラウンジが、22年の末ぐらいかな、ね、新しくなったんですよね。で、今回それを見るのがちょっと楽しみですので、早速中に行ってみましょう。保安検査の列、なかなか混んでますね。まだ羽田空港は優先レーンがね、復活してないんで、じゃあこっちから行きましょうか。はい、保安検査と出国審査ですね、こちら終わりました。時刻が11時21分ですね。保安検査は結構混んでました。はい、それじゃあですね、ラウンジ行きましょう。はい、ラウンジはですね、JAL、キャセイ、JAL の桜ラウンジとキャセイと同じとこですね。それの5階になります。桜ラウンジの隣というかですね、ちょっと奥に行った方ですね。ここですね、114の前ぐらいかな。で、ここの5階にあります。エスカレーターでもエレベーターでも上がれますね。はい、4階はですね、このように JAL の桜ラウンジと奥にですね、今回行きますデルタのスカイクラブがあります。で、このもう一個上にはですね、キャセイパシフィックのラウンジがあるんですけれども、その動画もちょっとね、出してると思います。桜ラウンジが混んでる時は、キャセイのラウンジは、ね、空いててとてもいいと思いますので、ね、おすすめです。まあ、今回はですね、ちょっとそれが入れないので、デルタスカイクラブ、こちら入っていきます。はい、ラウンジ内のお食事こんな感じですね。ナッツ、これはご飯か、カレー、味噌汁、スープかな、チーズ、ハム、あ、結構食事は充実してますね。フルーツもこんな感じであります。こちらはサラダ、あと、あ、なんか巻き寿司とかありますね。こちらパン、これはハーブチキンと魚とブロッコリーですね。オーダーもできるみたいですね。今日はラーメン、担々麺、ベジタリアンラーメン、これはお湯、お水、こっちはソフトドリンクですね。こちらバーコーナーがあって、お酒もこんな感じでありまして、こういうふうにオーダーも
できるみたいですね。はい、バーコーナーでモクテル作ってもらいました。アルコール抜きのカクテルですね。柑橘系で炭酸入れてくださいってお願いしました。はい、まず担々麺をオーダーしました。でこれとあとこっちがモクテルですね。バーカウンターに行って柑橘系でさっぱり系で炭酸入れてくださいって言ったらこういう感じで出てきました。じゃあいただきます。いただきます。あ、美味しい。こんな感じのラーメン、ちょっとちっちゃいですね。いただきます。ちょっと辛めですけど美味しいですね。結構なんていうんでしょう、麻婆的な辛さですね。これは比べるのも悪いんですけど、上のキャセイはあれ結構ちょっと、ね、甘みがある感じだと思うんですよね。でもねこれはね本当に辛みが優先っていうか、辛いものが好きな人とか香辛料系が好きな人はね多分こっちの方が美味しいと感じると思います。こうやって先端にあるすごく見晴らしのいいラウンジですね。結構広い。結構ね窓側も席がいっぱいありますね。羽田に駐機してある飛行機もだんだん色とりどりになってきて、もうコロナは関係なくなってきましたね。こんなボックス席もあります。今度はカレーと太巻きクロワッサン、あとこれはチキンですね。じゃあカレーからいただきます。カレーはジャルのが美味しいかな。太巻き、はい、搭乗予定のチャイナエアー機来ましたね。エアバスの330-300かな。はい、あれに搭乗します。はい、ラウンジ出ました。デルタのスカイラウンジ良かったですね。まあ、新しいっていうのもありますけども食事も結構豊富でした。はい、それではですね搭乗口向かいます。搭乗口は112番かな。羽田もだいぶにぎわうようになりましたね。はい、じゃあ搭乗口着きました。それじゃあですねゾーンボーリングですね、ゾーン1番で、搭乗します。ありがとうございます。すみません、お帰りが別でお持ちで。そうですね、それは台湾から出る便。そうですね、明日の JX、はい、ちょっと待ってください。とりあえずパスポートを、はい、はい、搭乗ゲート通過しました。ちょっと搭乗ゲート引っかかりましたけども、パスポートの登録情報とあと台湾から出る航空券の確認ですね、これをやってました。はい、それじゃあですね今回はチャイナエアですね、チャイナエアライン、台湾の航空会社ですね。そちらでですねここ東京羽田から、台湾台北の、松山の方ですね向かいます。搭乗機材は、エアバスの A330 ですね。それじゃあ機内向かいます。はい、エコノミークラスのシートはこんな感じですね。そんなに広くはないけども狭すぎない、そんな感じです。エチケット袋とこれは機内販売かな。機内安全の修理はこんな感じ。330-300ですね。機材はねちょっと古いんでモニターはちっちゃめですね。こんなとこに鏡がついてる。初めて見ましたねこれは。あとはちっちゃな、なんか物入れがあって、ここか。
テーブルはこんな感じ、普通の大きさ。レッグレストもこうやって動くやつです。ちゃんとこう角度が変えられるやつですね。はい、今ちょっとお隣がいるんで、あんまり大きな声では喋れないですね。はい、じゃあこれで、3時間くらいですかね、台北まで向かいます。carried items in the overhead compartment. If you would like to use the non-transmitting functions of a remote, please switch your electronic device to climb mode. はい、プッシュバック始まりました。時刻14時9分。ちょっと早めの出発です。
バイ。はい、台湾台北ソソンシャン、空港到着しました。時刻は17時20分ですね。日本と台湾には1時間の時差があるので、実際は、日本時間だと18時20分ですね。だいたい4時間5分ぐらいですね。到着です。これでは、入国の方をやっていきたいと思います、はい、こっちのですね、台北松山空港の規模はちっちゃいんですけども、市内には、ね、近いんでこっちの方が便利かなっていう、そんな感じですね。で、今まで配ってたあのコロナの検査のキットもですね、もうなくなりました。体調の悪い人だけ申告してください。そんな感じだったと思いますね。あ、一応配ってますね、なんか。一応配ってたんでもらいました。1回分なのかな、えらいちっちゃくなりましたね。これから入国なんですけども、今回からですね、この乗客証というのがあります。これをちょっとね、使っていきたいと思います。通常と別のレーンになるそうです。はい、イミグレはあっという間に通過ですね。一人並んでただけです。他のレーンはね、5、6人並んでたんですけれども、それを全部抜かして専用のレーンから出られる、そんな感じですね。はい、税関も抜けてこれで台湾入国ですね。時刻は17時29分ということで、飛行機を降りてから10分かからずですね。で、入国することができました。はい、ということですね、ちょっと今使ったこの乗客証というものにですね、少しご説明しておきますと、これはですね、台湾に1年のうちに3回以上ですね、入国するとこういったものが発行することができます。もちろんノービザでもできます。で、何がメリットかというと、今みたいに入国出国の時に、優先のレーンを使うことができます。ですので、桃園の方ですね、桃園の方とか並んでたりするとものすごい効果を発揮する、そんな紙ですね。で、これなんですけれども、コロナ前に、受けてた人、実はですね、延長がかかっています。で、今回私も3回コロナ後にですね、昨年の10月から3回も来たので、発行しようと思ったらですね、以前コロナ前に取ったやつがですね、まだ有効期限が残ってて発行できない状態ですね、新しいもの。ですので、新しいものが発行できないときは、以前のものがないか、メールアドレスと、パスポート番号ですね、パスポート番号で紐づいてますので、それで確認するようにしてみてください。ちなみに私のは23年10月13日までの、延長になってます。はい、それではですね、まずこの空港内でちょっとですね、現金の持ち合わせが少ないので、両替していきたいと思います。まあ、一泊だけですのでね、そんなに、本当に5000円とかそういうレベルでしか両替しませんので、まあね、空港でやっちゃいます。両替終わりました。ですね、レート的には、まあ、手数料とか入ってますけど 4.77 とかですね、まあ、ちょっとまた悪くなったかなっていう、そんな感じ、円安になったかなっていう、そんな感じですね。はい、じゃあちょっと、市内行きましょうか。はい、時刻は18時ですね。もうなんか薄暗くなってきた感じです。それではまずですね、ホテルに向かいます。ホテルは台北駅の近くですね。地下鉄めっちゃ混んでますね。ラッシュの時間に当たっちゃったかな。いや、すごい地下鉄混んでる、1回で乗れなかったですね。はい、とりあえず台北駅到着したんで、ホテルに歩いて、ここからも歩いていきます。改札出ました。松山空港からここまで25元ですね。はい、もうすっかり暗くなりましたね。台北駅の新興三越のすぐ脇です。マックとかスシローとかあったりしますけども、ホテルはですね、ちょっとこの奥ぐらいだと思います。雨がね、少し降ってきてますね。はい、これですかね、モーウィングホテル5階とありますね。こっちでいいのか。はい、エレベーターで5階行きます。はい、チェックイン完了しました。お部屋が507ということで、ここかな。はい、じゃあ中入っていきます。はい、それではですね、台北で一泊いたします。ホテルが台北駅の近くですね、モーウィングホテルだったかな、アゴダで、
比較的安く取れたと思います。確か5000円台だったと思うんですけれども、ちょっとまた細かくは数字を出しておきたいと思います。はい、それじゃあですね、お部屋見ていきたいと思います。ここ扉でですね、扉入って見える景色がだいたいこんな感じですね。もうあれ窓ないのかな、多分ダブルベッドですかね。じゃあもうこっちから見ていきましょう。テレビと、ポット、電話、あ、スリッパありますね、2つもある。でこちらが歯ブラシとかカミソリもありますね。あ、結構いいですね。お菓子があって絶妙に日本語が書いてある、コーンのりって書いてある。はい、で冷蔵庫は中はあ、お水が入ってる、いいですね。しかもちょっと冷えてるからありがたいです。こちらが、セキュリティボックスですね。はい、でベッド、こちら壁紙が特徴的、なんか部屋によってね、なんかデザインが少しずつ壁紙のねデザインがちょっと違うみたいですけれども、はい、中ちょっと見ていきます。はい、こちらはですねトイレと、シャワーですね、水圧チェックできるかな。はい、シャワーはですねこんな感じで、シャンプーとボディーソープかなが多分ディスペンサーでありますね。で今ちょっと出してみましたけども、水圧チェック行ってみましょう。まあまあこれで今一応全開になってますね。まあ弱すぎず強く、あんま強くはないですかね。はい、こんな感じでハンドシャワーと上にもね一応レインシャワーがついてる、そんな感じです。これはハンドソープかな。こっちにも洗面台があって、ドライヤーもちゃんとありますね。はい、あとタオルと。でかなり綺麗ですね。まあ狭いは狭いですし、あ、一応窓あるのか、こんな感じですけれども、もう立地と値段を考えればもうかなりお得な感じはしますね。はい、それじゃあこちらで一泊いたします。以上です、どうもありがとうございました。はい、ホテル出てきました。この辺り結構いろんなお店があるんですね。飲食店がすごい豊富。台北ってね結構ねパンが美味しいんですよね。確かパン屋もいっぱいある感じで、このゴロパンってのがなんか、まあ、日本語ですけど妙に気になって、このエッグタルトみたいなやつがねえらい気になったんですよね。これは弁当って意味で、ね、これ駅弁なのかな。ちょっと見てみるか。こういうお弁当を買ってホテルで食べるのも良さそうですね。はい、メニューこんな感じですね。とりあえずこの80元のやつこれにしてみました。全く何が入ってるのか分かんないですけども、ちょっといろいろ入ってそうで面白そうだったんでこれにしてみました。レイルウェイランチボックスだからやっぱり駅弁みたいなね、そんなコンセプトのお店なんだと思いますね。一応ね中でも食べられそうなんですけども、ホテルがもう隣の隣なんで一応ホテルの部屋帰って食べます。はい、それじゃあですね、今買ってきた夕飯ちょっと見ていきましょうか。まあこれは、ミルクティーですね。 L って結構でかい。はい、あとお弁当ですね、駅弁をコンセプトにしてるんだと思います。こういう感じ、ちょっとね開けてみましょうか。なんかいい匂いする。よいしょ、結構ギシギシに詰めるんですよ。あ、はい、こんな感じ。あ、美味しそう。なんかのフライと、これは何だろうな、これちょっと分かんない、卵でしょ、なんかのソーセージで、下にちょっと野菜が引いてあって、その下が多分ねご飯ですね。こんな感じは、うん、これで80円だから、400円いかないぐらいかな。はい、あとそれと、エッグタルトですね。これはちょっと後で、おやつで食べようと思います。はい、こんな感じでいただきます。はい、じゃあお弁当行ってみましょう。何からいこうかな。あ、そう、じゃあ一番大きなフライから。お肉じゃないんですよね。なんかちょっと芋っぽいような気がします。うん、でも美味しい。うん、なんかいろいろ具沢山で面白いです。これなんだろう、味の染みたはんぺんみたいな感じ。うんうん。はい、そしたらですね、先ほどまでライブ配信の方をやらさせていただいていました。このホテルの一室からだったんですけどね、ちょっと雨も降ってきたんでこのホテルの中からライブ配信をやらせていただきました。はい、それではですね、今日はこの辺りで、休みたいと思います。それじゃあおやすみなさい。はい、おはようございます。台北2日目ですね。そしたら朝食ちょっと行きたいと思います。はい、朝ごはん食べに来たのはこちらですね。これ中で食べたいと思います。ここはですね、日本語のメニューが、ね、言えば
ジャパニーズメニューって言えば出してくれたりします。こういうふうにね、ちゃんと日本語で書いてあって、かつこうやって写真のメニューもあったりします。それをですね、この紙に、書いていくわけですね。こういうふうにテーブル番号9でいいのかな、6かな、分かんないけど、はい、これで書いていきます。はい、頼んだのはですね、まずこれダンピンですね。いつも出てきてます、卵の薄焼き卵のクレープで巻いてるやつで、それに今日はねちょっとねお肉を入れてみました。それとこれはですね、トウジャンなんですけれども、なんかピーナッツ入りだったかな、ちょっと冷たいやつにしてみました、今回は。それとですね、あと小籠包も頼んでますが、それはちょっとまだですね。とりあえずまず飲み物からいただきます。あ、めっちゃピーナッツだな、ピーナッツ豆乳みたいな、そんな感じの味もね、ほとんど味はピーナッツですね、うん、これはこれで美味しい。それとね、肉入りの断品をいただきましょう。断面がね見えるかな、こんな感じ。お肉がねちょっと中挟まってるのは分かりますね。うん、うん、美味しい。ちょっとね、皮というか小麦のところがちょっとパリッとしててね、すごく美味しい。うん、うん、うん、うまっ。もうダンピンとトウジャンだけでもいいんですけれども、これにあと小籠包が、小籠包の 4個だったかな、8個だったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、もう頼んでます。で、小籠包とこの肉入りダンピンと、あとこのトウジャンの、ピーナッツのトウジャンですね。これで、108元ですね。だから500円ぐらいかな、そのぐらいになると思います。めちゃめちゃ美味しい。はい、小籠包も来ました。ハーフサイズで頼んだんで4個入りですね。カリ生姜とね、もうお酢とかは作ってあります。これでいただきましょう。あ、もうタプタプ感が美味しそう。いただきます。小籠包、これもちもちですね、多分。うん、熱いからってのもありますけども、皮もちもちでね、すごい美味しい。うん、こんな感じですよ。谢谢。朝からすごい、こっちはね持ち帰りの列なんですよね。朝からすごい混んでる。お店はここですね、この赤い看板、4つの海で東ジャンと書いて、前も来たことありますけどね。はい、このお店になります。朝食すごい美味しかったです。もうね大満足。はい、じゃあちょっとねまた戻ります。これからもうホテル戻ります。でちょっとね、用意してまた出発したいと思います。はい、チェックアウトしました。モーウィングホテル、結構ねお部屋の壁紙とか面白くて、結構いいホテルでしたね。しかも安いですし、台北駅にも近い、そんな感じのホテルでした。はい、そしたらですね、これから空港に向かいます。今回はですね、桃園タオヤン空港に向かうわけなんですけれども、地下鉄で行きましょうかね。地下鉄というか列車で行きます。そしたらまたね台北駅の方に向かいます。はい、それではですね、今もう台北駅、これから空港に向かうというところなんですけども、今回の動画この辺りで失礼させていただきたいと思います。羽田からですね、チェナイア乗って台北駅で一泊してっていうところで、今回の動画は失礼させていただきます。次回はですね、ここ台北から次の街バンコクへ向かいます。バンコクまではですね、スターラックス航空、以前も一回ご紹介したと思うんですけども、このスターラックス航空を使ってバンコクへ行きます。そういった搭乗機になると思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram の方もやっております。そちらの方が最新の情報となっておりますので、ぜひともフォローとチェックの方よろしくお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価をいただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。次はまた搭乗機、次はバンコクへ向かいます。それではバイバイ。